皆さんこんばんは。ジャイカボランティアウェブ説明会司会は村山千代です。どうぞよろしくお願いいたします。2018年度春募集が始まりました。今回のテーマは応募を検討中の方へとなっております。本日の流れはご覧の通りです。ジャイカボランティアの合格と応募の現状、そして合格体験記、さらに応募に向けて、そして大切なお知らせ、質疑応答と続いてまいります。お時間が限られていますので、皆さんの質問にすべてお答えすることは難しいかもしれません。ただ今回ですね、裏でジャイカボランティア募集事務局のスタッフも待機しておりますので、皆さんの質問にできるだけ答えさせていただきます。ぜひ質問欄も活用してください。では本日の出演者の皆さんです。こんばんは。こんばんは。自己紹介をお願いいたします。こんばんは。ジャイカ青年海外協力隊事務局の二見でございます。こんばんは。よろしくお願いいたします。お願いいたします。こんばんは。青年海外協力隊員としてガーナに派遣をされておりました小林茜と申します。よろしくお願いいたします。お願いいたします。こんばんは、同じく元青年海外協力隊の、杉山太郎と言います。派遣国がニカラグアで、職種が障害児者支援です。よろしくお願いします。お願いいたします。こんばんは。同じく青年海外協力隊としてバングラデシュとザンビアに派遣されておりました竹地彩と申します。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。こんばんは、私はジャイカボランティア募集事務局で、スタッフをしております渡辺と申します。実は私もジャイカボランティアの OG です。日系社会青年ボランティアの日系日本語学校教師としてブラジルに赴任しておりました。本日はよろしくお願いいたします。はい、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。早速本編に入ってまいります。まず最初のアジェンダはこちらです。ジャイカボランティアの合格と応募の現状について渡辺さんから教えていただきます。お願いします。はい、現状ですがジャイカボランティアは全然足りていません。スライドをご覧ください。こちら2017年度の秋募集の実績です。途上国から上がってきた要請が1613件、応募者が1799人、そして合格者は629人でした。はい、さあこの現状なんですけれども二見課長いかがでしょうか。はい、よくご覧になっていただくと1700人も応募してるんだから合格者600人じゃなくて1000人以上取ればいいじゃないかという方もいらっしゃいますが、これは定員制ではないので定員までギリギリ取れるわけじゃないと、現地が求めている現地に行って活躍できるという方を選ばせていただいているということで、マッチできないというところを非常に重く受け止めております。はい、より多くの方に応募してもらいたいですよね。そうですね、できれば1600件のものに対して4000人とか5000人とか応募していただけるといい数が取れるんじゃないかなというふうに私は思っております。はい、そしてポイントとしてもスライドにまとめておきましたこちらですがいかがでしょう。はい、資格というふうにございますけれども、これは必ずしも応募条件の中でいう資格というのは、特定の資格を指すわけではありません。中には、先ほどのね、OGE のように勤務した経験ですとか学んだ経験、それに相応する経験というものもこの応募条件の中に入ってきます。資格だけではなくて経験や資格というところでご自分の持っているものを今一度見つめ直して応募に備えていただきたいというふうに思います。はい、ありがとうございます。さあそれではですね、実際に皆さんどんな経験を生かして活躍されていたのか、ここからは2つ目のテーマです。ジャイカボランティア合格体験記ということで3人の皆さんにお話を伺ってまいります。 OGOB の小林さん、杉山さん、竹地さんにお話をいただきます。3つのテーマでお話しいただきます。最初はこちらのテーマです。応募までにしたこと、3人の皆さんどんなことをされていたんでしょうか。まずは小林さんです。お願いします。はい、私の場合は応募当時、大学4年生だったので、今後の自分のキャリアとか、どのように生きていきたいかっていうことも含めてなるべく多くの人と話をするようにしておりました。その中で自分自身の自己分析だったり、これからの目標目的っていうのを洗い出していって、でそれを戻ってきて言葉に落とし込むっていう作業をするようにしました。
でその中で応募用紙に、それを落とし込んでいって、できたものを知り合いに見ていただいていろいろな助言をいただくようにしておりました。また、TOEIC のスコアが必要っていうことで TOEIC を受けたりしておりました。はい、多くの方と話したっていうことなんですけれども、どんな方と実際には話されました？周りに、協力隊の経験者の方が多くいたので、はい、その方だったり、もしくは、企業に勤めている先輩方、それから NPO で働いている方、本当にいろいろな方にお話を、聞くようにしておりました。実際にこう話を聞くことで自分の考えもまとまってくるんですかね？そうですね、それが大きかったと思います。はい、ありがとうございます。そして TOEIC を受けたという話ありましたけれども、応募に関して英語はやはり必要ですね、渡辺さん。そうですね、一次選考の際に英語のテスト、英検でしたら3級程度、TOEIC ですと330点以上が必要となります。で現在ですね、まだそのスコアを持っていない、クリアしていないという方も GTEC ですとか CASEC という自宅受験型の、すぐに結果が確認できるというテストもございますので、ぜひ活用してみてください。はい、まだ受けていないということでも間に合いますかね？そうですね。はい、ありがとうございます。さあではお二人目、杉山さんいかがでしょうか？はい、僕の方なんですけれども、障害者支援で、応募したんですけれども、それまで、特別支援学校の方で、働いていましたので、この応募をしようとしてた時もそのまま普通に学校で、働いていました。ただ、協力隊応募するぞと決めてからは、障害者支援、海外の、特別支援学校で、勤務、活動するぞと考えた時に、今までとちょっと違ったように、日本の学校で、障害のある子どもたちと接するときにいろんなことを、新しく考えたなと思います。はい、実際に日本と海外で違いというのはあるんでしょうか？そうですね、行ってから僕行って、いろいろ感じたんですけれども、はい、どちらかというと自分が想像していたよりも日本も、海外も似たところ、同じところがたくさんあるなというので、結構ほっとさせられるというか、嬉しいような、やってきたことをここでもいろいろ役に立てるなっていうのがたくさんありました。行く前にどうやってその違いだったり現状っていうのを勉強されたんでしょうか？そうですね、行く前はちょっと よく分かってなかったです。あ、そうなんですね。行って結構近いじゃないかとか、はい、同じようなことが海外でもあるんだなとか、そんなようなことを感じました。行く前はそうするとなかなか調べるの難しいですよね。はい、ちょっと全然違うんじゃないかとか、何もこう役に立たないというか、日本でやってきたことを通用しなかったら、2年間持つかなとかちょっと心配だったんですけれども、はい、不安をこう解消するために何か行く前にされたことってあります？そうですね、ただ普通に働いてたんで、はい、それが気を紛らわしてくれたというか、とにかく目の前の、仕事をやるしかないなぐらいで、向こう行ったらどうなのかななんて思いながらやってました。自分ができることをとにかく一回もされていたってことですかね。気が紛れてよかったと思います、ギリギリまで働いては、はい、はい、ありがとうございます。では続いて、はい、竹地さんお願いします。はい、私の場合感染症エイズ対策の方に応募したんですけれども、私自身は特にその医療だったり保険に関する資格を持っているわけではなかったんですが、向こうで保険医療に関する活動がしたいっていう気持ちがありましたので、そういった関連する、日本での今よく国際協力のイベントって結構出たりするので、そういうのに参加してみたり、なんかエイズに関するちょっと啓発ボランティアとかやってみたりしていました。あとは実際説明会に参加して OB 王子の方からお話を聞いたり、私の周りにも私より前に青年海外協力隊として活動されていた方がいらっしゃるので、その方たちの話を聞いたりしていました。一番不安に思っていたことって何ですか？あと OB OG に聞いて解消されたことって何かありました？はい、そうですね、やっぱり資格がないっていうのがやっぱ引っかかってはいたんですけれども、はい、私が応募した職種の中でも資格がなくても応募して派遣されていた方がいたので、そういった方にお話を聞いて、やっぱり不安は解消されました。なかなかこう具体的な資格がないとどんなことができるのかって最初不安ですよね。そうですね、なので実際向こうで活動されている方のボランティアで活動されている方の話とか聞いて、なんかちょっとイメージを膨らませたりしていました。
はい、ありがとうございます。さあでは続いてはこちらのテーマでお話を伺います。私の自己 PR、 志望動機に関するところですね。まず小林さんいかがでしょうか。はい、先ほども申し上げました通り、私は大学4年生だったので、周りの社会人経験のある方に比べてこう何をアピールできるんだろうっていうのはすごい悩んだところでした。ですがやはりこう大学の4年間の中で考えて動いてきたことはあったので、それを丁寧にアピールするようにしておりました。ですが反面自分に足りてないって思う部分は、正直に書くようにしておりました。でそこに対してそれをどうやって克服していくのかっていうのもきちんと、書くようにしていました。でまた、JICA ボランティアに行くっていうのはゴールではなくて、通過点でありその後の人生があるので、そのボランティアの経験がどこにつながっていくのかっていうことは、よくよく考えながら、応募用紙を書くようにしておりました。なかなか小林さんは行く前は働かれた経験がなかったんですよね、はいはい、なのできっと不安なこともあったと思いますし、経験も人と比べちゃうとなかなかね不安なところもあったと思うんですけれども、はい、足りていないと思ってた部分って具体的にどんなところですか。そうですね、やはり職務経験がないっていうのが一番大きくて、なので私は大学に通いながら企業のインターンに行ったりとかそういうこともしてはいたんですけれども、はい、そういうことを働いてはいないけどできたことを少しでも書くようにしておりました。なるほど、足りていないというのが働いた経験がなくて、でもそれを解消するためにインターンにも行ったりっていう具体的な例を示したわけですね、はいはい、ありがとうございます。あ、一つチャットに質問が来ていましてですね、感染症エイズは資格なしでいいんだっていう感想を書いてくださっている方がいるんですけれども、資格なしでいい職種というのも二見課長多くあるんですかね。はい、資格がなしでもいいんだと言ってしまうとちょっと誤解があるかもしれません。はい、最初私が申し上げた通り、いわゆる資格だけではなくて、その経験、資格がなくても経験できる職業っていうのはあると思うんですよね。感染症エイズ対策という職業はございませんので、そういった啓発活動に準じるようなことをしっかり、学習していたり、もしくは日本の NGO、NPO とかで、働いた、そういった経験を我々は採用の条件にさせていただいています。資格がなくてもいいんだというとちょっと違うニュアンスになってしまうのでご留意ください、はい、ありがとうございます。さあでは続きまして杉山さんお願いします。はい、自己 PR ということで、自分が一番こう向こうで役に立てること、こんなこと、できるよっていうようなところで、職種というか要請、自分は選びました。やっぱり、即戦力というか向こうで、すぐに自分ができるというところが、一番、アピールするのにいいところかなと思います。あとは職種に関係ないことでも、そういった日本ではない、開発途上国で、こんな困難があった時に自分は大丈夫ですよなんてことが言えるようなエピソードというか経験みたいなこともこう言えるといいのかなと思いました。うん、そういう経験例という意味で言えば、その先ほどお話ありましたけれども日々の仕事をこなしていたっていうのが大きいんですかね、やっぱりね。はい、僕の場合はやっぱりその青年海外協力隊絶対受かりたいというか、まず行きたいっていうのがあった中で、その中で一番じゃあ合格しやすいのはって考えた時に、それは言い方変えれば、一番役に立つということなんですけども、はい、自分が特別支援学校の教員をずっとやってきたので、障害者支援これだと、可能性的というか、一番いいんじゃないかなとして選んだ、そういったような感じで、やってました。はい、ありがとうございます。あ、チャットに何か来てますね。日本語教育で3回目受験します、皆さんは何回目で合格しましたか。杉山さんはちなみに1回です、最初に。もう仕事はもう辞めること決めてたんで、てかもう決めて辞めてしまってたんで、そうなんですね。ちょっと面接の時も先ほど言って、第1第2第3希望とか出せるんですけれども、これ以外でも、もう僕仕事辞めましたし、ここ以外でも行けるところだったらどこでもいいですというようなことを言って、そんなような、受け方をしました。はい、二見課長、何回目かで合格されたという方もいらっしゃるんですかね。はい、1回目だけではなくて、もう何回目ですという方もたくさんいらっしゃいますが、回数を重ねたから受かるとかいうわけではないので、その点はご留意ください。ただ杉山さんのようにもう仕事を辞めて、どこでも自分を行かせるところだったらという方は
非常にありがたい申し出かなというふうに思いますね。はい、ありがとうございます。さあ、では続きまして、竹地さんの場合はいかがでしょうか。はい、私の場合、選んだ職種として何がしたいのかを考えちょっと挙げたんですけれども、そのエイズ対策ということで、例えば向こうで行って、例えば啓発活動してみたいとかで、資格がないか、じゃどうやってやるんだって話なんですけれども、私の場合応募する前学習塾で働いていたので、そこで教えた経験、人を教える経験っていうのを、そういったところノウハウを生かしながらやっていきたいというのは考えておりました。あとはやっぱり資格がないっていうのはどうしても自分の弱点になってしまうので、その資格がないですってだけで終わってしまっては、ちょっとじゃあ何ができるんだって話になってしまうので、その分、例えば専門的な知識だったりっていうのは、もしかしたら現地の方の方が向こうで教えるのにうまいノウハウを持ってたりする可能性があるので、そういった方とちゃんとコミュニケーションを取りながら現地にあったやり方をやっていくとか、あとは自分自身の、知り合いにそういう専門の知識を持っていた方がいたら、そういう方に相談するなども話したりしていました。あとは、協力隊というのは決してゴールではないので、その後どうしたいのかっていうのをしっかり考えて応募するようにはしていました。はい、経験というのはその専門的な知識というよりも何ができるのかっていう経験もありますからね。ちなみに竹地さんの場合はどんなことができるっていうと、その教える力があったということをお話ありましたけど ね。チャットにいくつか質問が来ていまして、新卒で参加することになったということは、就活も同時進行していたのでしょうか、一般企業も受けていたんですかね。これは小林さんへの質問ですかね。はい、はい、私の場合は、実は私1回落ちておりまして、はい、落ちてしまったのが4年生の春だったので、同時進行で企業も受けながら、秋募集も、狙っておりました。はい、何かこう変えたことってありました、1回目2回目。そうですね、1回目は応募用紙結構パッと書いてパッと出してしまったんですけども、はい、2回目はかなりチェックをしていただいて、周りの方にも見ていただいて、ここはこういう言い回しの方が分かりやすいんじゃないとか、そういうところを洗い出してかなりこう精査して提出をしました。はい、竹地さん、仕事を辞められたのは協力隊を受かってからでした。そうですね、私の場合仕事をしながら受けて、受かった後に実は受けましたというふうに会社の方に伝えて、伝えました。はい、なのでその応募した際もちょっと途中で辞めると会社に迷惑かかるので、はい、年度末まで働きますので、その4月からの訓練じゃないと無理ですっていうふうに伝えてました。周りの方たちといいますか、ご家族だったり、はい、もう順調に説得はできたんでしょうか。もう受かってしまったものは仕方ないかというとあとは学生の頃に海外にいた経験もあったので、そういったことからおそらくこいつは将来そういうのに行くぞっていう覚悟は周りにあったかもしれないです。皆さん具体的にこう例を交えて書いていらっしゃるのが印象的だなというふうに志望動機に関しても思ったんですけれども、二見課長、志望動機だったり自己 PR だったり、もうこれまで残念だったなっていうようなものって何かありました？そうですね、残念な例を思い出すのはちょっと悲しいんですけれども、はい、今言われていた逆のパターン、自分がやりたいことが自分で見つけられていない、それを探しに行きたいっていう自分探しのような方ですと、この人はボランティアに行きたいの、本当もう国際教育やりたいの違うねということで、もちろん我々も採用したくはないですし、万が一採用したとしてもその方自身が不幸になるんじゃないのかなということで、やりたいことをできることをきちんと PR できているか、これは志望動機を書くだけではなくて、それを丸暗記するではなくて面接の時にも自分の言葉で言えるかどうか、そこにかかってくると思います。ある程度ご自身でも具体的にイメージしてから行かないと大変ですもんね、行かれてからも ね。全くね、ありがとうございます。あとですね、何人かの方が、数打ち当たるではないですが、希望は第3まで書いた方がいいのでしょうかどうでしょう二見課長。はい、先ほどの杉山さん、3つまで書いてそれ以外でも行きますとおっしゃられました。でこれは受かるためにどうでもいいというわけではなくて、やはり自分が行きたいところ、要請を全部きちんと見れば自分に合ったのはこことこことここだというのは大体当たりつけられると。それが3つに収まらなければ残りのいくつかは面接の時にこことここだったらば私は行けると思いますというふうにアピールした方がいいと思います。それがなくても
逆にどこでも私は行きますというふうに言っていただくのをうちはあの歓迎はしますけれども、そうですね、第3まで書いた方がいいのでしょうか、第3どころか自分が行きたいところは全部書いていただきたいぐらいのつもりで臨んでいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。さあでは3つ目のテーマに移ります。こちら、私が思う合格のためにできることということで、まずは小林さんお願いします。はい、皆さんおっしゃられていたことではあるんですけども、JICAボランティアはゴールではないので、これからこうどう生きていきたいのか、自分がどのようなキャリアを積んでいきたいのかっていうのを考える中で、まあ、どこにそれがあの JICAボランティアが位置するのかっていうのをこう大きな枠の中で考えていくっていうのはすごく大切なのではないかなと感じています。また私のようにこう何かこう一つ専門性があるわけではない方は特になんですけども、好奇心を持っていろんなことに挑戦する、視野を広げるっていうのも一つなのではないかなと思います。私の場合はそれがこう現地にいた時に、いろんな方をつなげて一つのプロジェクトをやっていくっていうところにつながったような気がしています。でまた、周りに JICA ボランティアの経験者がいらっしゃる場合は、なるべくその方とお話をしてみる。結構あのJICAボランティアに来る方ってこう似たような空気感があったりすることもあるので、まあ、そこに自分がこうあの合っているのかなとか、あのそういうのも感じながらちょっとお話をしてみるっていうのも一つなのではないかなと思います。はい、似たような空気感って具体的にどういう方が多いですか？活躍されている方ってどういう方が多いですかね？そうですね、結構あの何ですかね、こう硬くなりすぎないというか柔らかい方が多い、柔軟にいろんな行動していける方が多かったりとか、やはりこう好奇心が強い方とかそういう方が多いので、まあ、お話ししてて、あ、なんかちょっと自分違うなって人はもしかしたら合ってないかもしれないし、なんかそういうのもこう会話の中でこう分かるところなのではないかなと思います。実際にこうイメージしていかれても現場を前にするともう予想外のこともあったりするんですかね？そうですね、あのなのでやはりこう柔軟にこう乗り越えていけるというか、ちょっとあの笑って許していけるというか、そういうこう楽観的な部分とかも必要になってくるのではないかなと思います。一番感じたギャップといいますか、何かありました？現地でですか？はい、そうですね、ギャップ、あでも分かってはいたんですけども、こうトラブル続きっていうのはすごくありまして、でこう毎日何かのトラブルにぶつかるっていうことはすごくあったんですけども、だんだんこう最初はやっぱりこうなかなか許せない自分がいて、ただだんだんそれがこう楽しくなっていく、あのトラブルがないと逆になんで今日は何もないんだっていうぐらいになってきたので、なんかこう自分の新しい部分を発見できたというか、そういうこともあったりして、はい、面白かったです。例えばトラブルっていうとどんなものがあるんですか？そうですね、あらゆるものがあるんですけど、はい、まあ、例えば約束した方が来なかったりとか、あの結構こうあの地位の高い方だから絶対来るかなと思ってたら来なかったりとか、あの全然こうお役所 の, あの手続きが進まないとか、あの自分がこう思い描いてるプラン通りに行くことはもう本当になかなかないというか、はい、そういうことが多かったです。もう日本と働くのは全く違うと思って。そうですね、いいんですかね、はい、なので私の場合は逆にあの社会人経験をしないでいたからこそ、なんかちょっとそこに距離を置けたというか、あのあこれでいいんだってこう受け入れられちゃった部分があって、あのそこら辺こう気持ちを楽にあの楽しく活動できたかなと思います。はい、あとですね、あの小林さんは実際に専門的な職種で働かれていなかったので、はい、きっとこの質問に対してはぴったりだと思うんですけれども、あのボランティアに行きたいけど職種選びに悩んでいますと、職種選びのコツはありますか？あと小林さんはなぜコミュニティ開発という職種を選ばれたのですか？はい、そうですね、2つ目の方からなんですけども、私の場合は結構こう大学時代の経験からこうむしろこう仕事がないというか、ゼロのところから課題を掘り出してこう何かをやっていくっていうのがすごくあの楽しかったので、
そういうことが向いているのかなと思っていて、コミュニティ開発はまさにそういうところがあって、こう現地の課題を発掘して、それをこう現地の方と一緒に解決していくっていう職種なので、どちらかというと自分の経験、あと自分の性格とかそういう部分が大きくなってきたかなと思います。なのでこう経験にこだわらなくても、こう自分のいいところとか、自分が得意としていることとか、そういうこう日常の何気ないこうことをちゃんとこう自己分析していく中で、こう選ぶべき職種が見えてくるのではないかなと思います。はい、ありがとうございます。あとこの職種選びのコツに関してはどうですかね。はい、はい、じゃあ皆さんにも伺いますかね。杉山さんどうですか、はい、職種選びのコツ、はい、職種選びのコツは、まあ、さっきも僕言っていたんですけども、やっぱまあ自分が今までやってきた中で一番まあこう関わりが深いというか、行ったらこれできますよ、なぜならば今までこういったことやってましたからっていうのがまあ一番いいのかなと。もちろんまあそうではなくても、これからのことを考えるとき、自分が今興味を持っているとか、これからやりたいと思ってたんだっていうやつもやっぱり同じく PR はできると思いますので、そのどちらかというか、やっぱそういう気持ちがないと書くにしても話すにしても、その応募の時ですね、うまくこうアピールができないんじゃないかなと思います、はい、例えばこう第三希望まで書くとして、はい、やはりこう一番自分が向いているというか、今の仕事をそのまま活かせるものだけではないですよね。はい、第三はあと養成の方ですよね、はい、職種は一つしか選べなくて、その中で なのでさらにそうですね、職種の中でいろいろずらーってある中、確かに本当同じ職種でも、はい、養成ってもう一個一個ずいぶん違いますので、はい、同じ職種なのかってぐらい違いますので、まあ、あとその中で確かに経験だったり自分の興味のやつを選んでいくっていうのがいいのかなと、ね、はい、ありがとうございます。あと竹地さんはいかがですか。はい、私の場合今資格がないということもあったので、まあ、おそらく応募できるとしたいった感染症エイズ対策かコミュニティ開発かとこだったと思うんですけれども、やっぱり学生の頃から国際協力にとても興味があって、その中でやっぱり人々がなんかいろいろやっていく中で、健康って元気であることってすごい大事だなっていう気持ちから、保健とか医療活動に関わる活動がしたいっていう思いがあったので、どうしてもコミュニティ開発でも、まあ、そういう保健の要請あるんですけれども、まあ、何になるかわからないっていうちょっと不安もあったので、うん、保健系でいきたいならもうズバリ感染症エイズ対策ってもう職種で応募しようっていうふうに考えて応募しました。うん、あとちょうどそういった質問が来ていまして、エイズ感染症対策として現地で具体的にはどのような活動をなさっていたんでしょうか、うん、その成果はいかがでした、はい、2年で出せるものですか成果ってそうですね、私の場合ちょっと特殊で、実は途中で、まあ、ちょっと最初に派遣されていたバングラデシュの情勢が少し悪くなったっていうのは、途中で国が変わってしまったんですね、うん、でバングラデシュでは、まあ、どっちかというと感染症対策っていうのがメインで、まあ、予防接種、赤ちゃんとか女性の、まあ、いろんな破傷風とか日本でもやるような予防接種がきちんと打たれてるかというのを確認するため、いろんな予防接種場を回って活動をして、まあ、その場で、まあ、ちょっとした指導、ゴミがそんなに落ちてたらちゃんと拾ってよとか、なんか注射打つ前にちゃんとやらなきゃいけないことやってるか、その確認作業ってのやったりとかしたり、あとはザンビアの場合は保健所に、すいません、診療所、その町の小さ、ちょっと小さめの、まあ、いわゆる日本の診療所みたいなところに派遣されて、そこで、まあ、やることはその場合ちょっとどちらか考えてくださいみたいな感じの、うん、まあ、ちょっとその途中で国が変わったっていうのもあって陽性になってしまっていたんですけど、そこで、まあ、そこの診療所の手伝いをしながら、なんかその赤ちゃん体重が増えてないからお母さんたちどんな食事してるのとか、どんな食事を与えてるのとかを、まあ、現地のボランティアの方に通訳とかうまくしてもらいながら聞いて、まあ、指導をしたりとかしていました、うん、なかなか2年いなかったっていうのもあって、成果ってちょっと自分でも、うん、これができたっていうのは言い難いところはあるんですけれども、もしかするとそのこの先すればあいつこんなことやってなって少しでも現地の方の中に残っていればいいのかなっていうような気持ちはあります、うん、日本ではこう当たり前のことが現地ではそれがなされていないっていうこともあるかもしれないですしね、うん、のすけさんがおっしゃってくださってるように、相手国のニーズが何で、それに対して自分が何ができるのかをよく整理する必要がありますね。最初にそうやって整理するっていうのが大切なのかもしれないですよね。ありがとうございます。さあでは続いて
杉山さんの場合いかがでしたでしょうか。はい、私がもう合格のためにできることですね。はい、そこをボランティアスピリッツを持った日常生活を送ってなんとこんなことを書いてしまったのかという自分が言いたかったことはその応募して合格のためなんですけども、ただ合格が目標、先ほど他の方も言われてましたけど、そこにもやっぱり目標を持って、面接とかで言うのではなく、合格した後にもですね、向こうに行って、そこでも通用するような、ことを、応募する時も日頃からこう持っといた方がいいかなと、なので、向こうで、ボランティア活動ですよね、青年海外協力隊、ボランティアするっていうことで考えた時に、じゃあやっぱり今日本にいる時も、なんかこう人助けだったりだとか、お金をもらわないけども何かをするだとか、そういったことって、どういうことなのかなとか、今身の回りの自分の周りにいる人にじゃあするとしたらどんなことができるのかなとか、ちょっとそんなようなことをしておくといいよっていう意味で書きたかったんです。そうすると向こう、任国に行ってからに、ね、行ってからもやっぱそういったことって、感じることだと思いますので、日本にいるうちから、そういったことを、予習というか勉強しておくと、でそういったことを今してますよっていうことを、応募の時に、PR というか、話をするっていうのは結構いいんじゃないかなと思って書きました。そんなような内容です、ありがとうございます、はい、ムーさんからちょうど質問が来ていまして、杉山さんどんなテーマを持って具体的にどのような活動をしたのか教えてください。あ、いいですか、はい、具体的な活動ですよね、僕は向こうの特別支援学校だったんですけども、もともと養成、先ほど言った養成ずらーっといろいろある中で、自分が日本の特別支援学校では特に、作業学習といって、作業を使った勉強があるんですけれども、それを中心に、やっていたんですね。で、養成の中でも、ニカラグアなんですけど、そこは、作業を使った学習を立ち上げたいと思うので、そういったことができる人のようなことが書いてあったので、具体的なことを言うと、作業学習を向こうで行って、立ち上げました。材料何かを使って物を作っていく、そういったことをやっていって、働く気持ちだったり、コツコツとずっとやり続ける力なんかを身につけていきましょうみたいな授業なんですけれども、それを教えることを第一に言って、あと行って向こうにいるうちに他にもこれをやってとかこういうのもいいんじゃないかとかの今いろいろ言われまして、体育の授業を一緒に考えたりだとか、あとは日本人手先が器用ってやっぱよく言ってくれまして、いろいろこう教材ですか、教材作りみたいなことも日本ではこんなの作ってたけどどうみたいなこと一緒に作ったりだとか、そんなようなことを具体的で言えばやってました。2年で一番出せた成果って何ですか。そうですね、やっぱり自分が帰った後も残るものというか、太郎が帰ってからもやるよって言ってもらえたのが成果だなって思うんですけど、そうすると今言った作業学習だったり、体育の授業、今まで自分が、来るまではなかったんだけども、自分がやって、で帰った後もやり続けるよって言ってくれてまして、本当は今どうかちょっとよくわからないですけど、多分やってくれてるんじゃないかと思うんですけども、そういったのが自分は成果かなと思ってます、自分がいなくても残るようなもの、そうですね、ってことですね、ありがとうございます。さあでは最後に竹地さん、どんなことができますでしょうか。そうですね、今までもちょっと増えてきたんですけれども、まずは自分が応募したい職種に関係することについてやっぱ調べてみる、資格がないのであればじゃあどういうことをができるのかっていうのをやっぱりいろんな、今だったらネットでもいろんな情報は増えてますし、書籍なんかを見たり、あとはもう本当にそういうイベントに参加したりして自分の知識とか情報をつけていくっていうのがやっぱ大事かなと思っています。あとはやっぱ帰国後どうしたいのかっていうところまで考えておかないと、そのじゃあいつはワンやのかって思われたらなかなか合格ってしにくいのかなと。その協力隊の活動をどう還元したいのか、例えば私の場合は国際協力を続けたいって気持ちもあったか、そういうことを書いたりはしたんですけれども、そうじゃない、そんなことばっかりではないと思うので、その協力隊に行ったことって、その向こうで生活したこと自体がすごい自分の財産になるので、そういったことを例えば日本の学生だったり子どもたちに伝えたいとか、そういったことでも十分だと思うので、そういったビジョンを描いていくことは大事かなと思います。
はい、あのチャットに堀井さんからの質問ですけれども、皆さん第一希望の要請で合格しましたか？時津さんは？私は第一志望ではないです。お、はい、杉山さんは？はこれはニカラグア第二志望でした。お、はいはい、小林さんは？私第三希望です。第一希望の国には派遣されないみたいですとありますけれども、二人課長、はい、あの意地悪をしてるわけでは間違いなくこの要請は人気が高いとかっていうのはあるんです。我々はその最大的地が取れるようにしますので、あなたよりも違う方が、ふさわしいよと、あなたにはこっちでも行けるよといった場合には第2第3もしくはそれ以外になることも十分あります、うん、はい、なるべく活躍できるような場所にということですよね。はい、はい、あの皆さんこう具体的に本当に考えて試行されて応募されている印象があったんですけれども、渡辺さん、あのアドバイスといいますか、何か皆さんにありますでしょうか、応募を予定されている方に。そうですね、私も今お話を聞いていてすごい自分が応募した時のことを考えていたんですけど、はい、やっぱりまずは相手の国だとかその派遣先のことを考えて、その何ができるかなっていう、自分が何ができるかなっていうことを、まあ、棚卸ししてみる。で、養成集ウェブで今確認できますので、そちらご覧いただいて、で自分とができることが活かせる場所をあの確認していただく、ご覧いただくというのがいいのかなと思います。はい、二見課長、何かアドバイスありますでしょうか。はい、言葉を変えて言いますと、合格するためにできること、テクニックとかコツでは多分ないんですね。あなたの人生の一部2年間を言っていただくわけなので、行くために何かしようではなくて、自分の人生の中でここで何をするか、これがはっきり言える人間じゃないと応募しても受からない、もしくは受かってもその先に将来が待ってないんじゃないかというふうに思います。中には例えばの新卒で現地に来られた方で、2年間の活動を経験して日本に戻ってから私看護師さんを目指しますという方もいれば、中学校の時にボランティアの体験談を聞いて、私はあのお父さんやお母さんの看病をしたこともあるので、将来看護の道に進んでボランティアにも行きたい、建築士になりたいとか、いろんな自分のライフスタイルをきっちり描いた人、そういう方がやっぱり合格できるというか、現地でも喜ばれるんじゃないかなというふうに思います。はい、しっかりね考えていただければと思います。ありがとうございます。さあではここからは応募に向けての注意点などは田辺さんからご紹介いただきます。お願いします。はい、まず応募についてのポイントをご説明いたします。応募期間ですが、ごめんなさい、はい、スライドめくりますね。ありがとうございます。はい、応募期間ですが4月の2日、もうすでに始まっています。4月の2日から5月の1日、が応募締め切りとなっています。原則はウェブ応募となっております。JICA ボランティアウェブサイトの青いメニューバーの応募するというところをクリックして、ウェブ応募サイトに進んでください。理由の遺憾にかかわらず締め切り後の応募は受け付けられませんので、余裕を持ってご応募されることをお勧めいたします。特に締め切り前ですと、アクセス、あのウェブ応募システムへのアクセスが集中いたしますので、こちらに時間がかかる場合がございますので、ご注意ください。応募の資格ですが、20歳から39歳以下の日本国籍を持つ方となっております。こちらも詳しくは JICA ボランティアのウェブサイトの青いメニューバーの応募する、あ、すいません、応募を検討するというところをクリックしてご覧ください。募集要項、応募方法、こちらにも詳しくございますのでご覧になってください。で次に、職種と要請についてです。青年海外協力隊日系社会青年ボランティアは選べる職種は一つです。要請はご自身の経験、技術などに合わせて3件まで選ぶことができます。今回2018年度の春募集では1200件以上の要請が途上国から上がっております。職種はスライドにございますように、大きく分けると9つの分野に分けられて、全部で120種類以上の職種がございます。今後職種を細かく紹介するウェブ相談会、あ、ごめんなさい、ウェブ説明会も実施いたしますので、ぜひこちらもご覧になってください。次のスライドですが、
応募から派遣までの流れです。選考は書類、書類選考の一次選考、そして面接や健康診断がある二次選考となっております。選考結果ですが、2018年8月の17日、この日は金曜日ですが、合格者の受験番号をウェブサイトに掲載いたします。退治や合格した要請などを記載した案内も発送いたします。はい、渡辺さん、ちなみになんですけれども、はい、お答えしていただければでいいんですけれども、最近多く必要とされている職種はありますか？必要とされている、そうですね、人気があるのはやはりコミュニティ開発ですとか、うん、青少年活動だと思うんですが、あと日本語教師、はい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 、数が多いのはそういったところだと思います。で、そうですね、やっぱりそちらに人気も高、なんていうんですかね、人気も集まって、要請も多いし、はい、まあ、応募される方も多い、多いと思います、うん、はい、はい、ありがとうございます。参考になさってください。さあ、では最後に渡辺さん、大切なお知らせをお願いいたします。はい、こちら最後にのところで、はい、JICA、はい、ボランティアの一番大切なところです。途上国のためになりたい、世界を良くしたい、こういう一人一人の思い、このような思いを持った方を私たちはお待ちしております。応募への不安やハードルは JICA ボランティア募集事務局がサポートいたします。このウェブ説明会の他にも OBOG によるビデオ相談、それからウェブサイトのチャット形式のお気軽相談窓口といったコンテンツもございます。そして、全国を今巡回しております説明会キャラバンの実施、こちらももう本当に今毎週行っておりますので、ぜひお近くの会場へご参加ください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ、ではあっという間にお時間が来てしまいましたけれども、ここからは少しの時間になりますが、皆さんからお寄せいただいた質問に答えていただく質疑応答のお時間とさせてもらいます。質問欄にたくさん質問来ていますので、いくつか答えさせていただきますが、皆さんも気になる質問などありましたら、選ぶのは大変くらいたくさん質問いただいております。ありがとうございます。ですね、ではいいでしょうかね。社会人経験、正直あった方がいいような気がするのですが、新卒でということに不安を感じていますという方がいますけれども、小林さん、いかがでしょうか？そうですね、私も一番そこが迷ったところでした。今思うのは、どちらにもどちらのいいところがあって、こう経験を積んでから行くことで活動できる幅も広がるとは思いますし、逆に社会人経験がないまっさらな頭で行くことで、こう自由に幅広く活動ができるっていう面もあると思います。それはどちらを選んだからどちらが良くないっていうことではないと思うので、やはりご自身のキャリアのプランと照らし合わせて考えていただくのがいいのかなと思います。はい、ありがとうございます。あとですね、なぜ日本ではなく海外で活躍したいと思ったのか、青年海外協力隊に入りたいと思ったのかをお伺いしたいです。こちらは杉山さん、いかがでしょう？はい、もう本当ですね、海外で活躍したいというよりか、海外旅行ではなく、こう海外で暮らしてみたいなって気持ちがやっぱすごくありまして、1年間とか2年間とか、季節こう一周ですね、それが自分のやっぱ一番大きな気持ちだったですね。なんで、活躍ってほどのものではないです。ただ、何か自分がやれることで役に立ちながら、1年間2年間そこで暮らしていけたら、いい経験だな、そんなことなかなか普通じゃできないなっていう、そんなような気持ちでした。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、はい、たくさん質問をいただいていますので、この時間にすべて答えるのは難しいですので、後日メールでお答えをさせていただきます。たくさんの質問ありがとうございます。ではこの時間はあと一つぐらいかなと思うんですけれども、二見課長、何かありますでしょうか？答えておきたい質問。例えばこの堀井さんという方ですかね、はい、募集要件に実務経験丸年と書いている例ケースがあります。経験が足りない場合でも合格するケースはありますか？ここ、実務経験、きっちりした目安というところがありますので、実務経験10年以上を希望していますとか5年以上ですといったときに、
4年8ヶ月ですとか、9年5ヶ月ですとかいう場合に、じゃあそれダメかというと、そうではない場合もございます。ただし、実務経験と社会経験は全然違うので、そこだけは誤解しないようにしていただきたいと思いますね。そうすると、何が一番必要になってくるんですかね。応募の上では、その経験という、その年数というよりも、経験の年数はあくまでも目安、はいはい、これぐらいの時間やってないとこれぐらいできるようにならないよという専門的な見地からの年数なので、はい、それは3年経てばきっちりできるようになるわけじゃないというところで、はいはいはい、一応目安としているだけ、うん、はい、1年でいけるわけじゃないというところはね、はい、はい、ありがとうございます。あくまでもどんなことができるのかっていうところが大事ってことですよね、はい、ありがとうございます。たくさんの質問を頂戴しました。どうもありがとうございました。さあ、では最後までご参加いただきました皆さんに向けてのメッセージを頂戴します。まずは渡辺さん、お願いします。はい、JICA ボランティア募集事務局では、皆さんの、不安を取り除くために、ご質問やいろいろな問い合わせを受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。それから私も OG ですが、本当に皆さんの熱い思いを形にしてほしいなと思っています。頑張ってください、はい、ありがとうございます。竹地さん、お願いします。そうですね、やっぱり一番は自分がその海外へ青年海外協力隊として活動したいんだ、やりたいんだっていう気持ちをこの応募用紙に落とし込むっていうのが一番大事だと思います。やる気があるんだというところをしっかり見せれば、きっと受け取る側に何か伝わると思うので、熱いメッセージをそちらに込めていただければと思います。以上です。はい、ありがとうございます。杉山さん、お願いします。はい、そうですね、自分2年間なんです、2年間の活動、いろんなことがありました、いいことも悪いことも。でも、今帰ってきてみて、やっぱり2年間行ってよかったな、これは本当に正直な気持ちです。そういったことで、今興味を持っている方、青年海外協力隊に、興味だったり関心がある方は、ぜひ応募してもらえたらいいんじゃないかなと思います。頑張ってください。はい、ありがとうございます。小林さん、お願いします。はい、今応募を考えてらっしゃる方、すごい悩んで、どんなことを書けばいいのかとか、またこのタイミングでいいのかとか考えてらっしゃると思います。すごい苦しい時間だとは思うんですけども、今すごい考え抜いたことって、現地に行った時にそれがすごい軸になって、辛い時もその軸を思い出して原点に帰って頑張ることのできるものになると思うので、じっくり考えていただくのがいいのかなと思います。はい、以上です。はい、ありがとうございます。最後に二見課長、お願いいたします。はい、熱い方、クールな方、シニカルな方、いろんな方いると思いますが、役に立ちたいという気持ちを持った方、我々全力で応援しますので、ふるってご応募のほどお願いいたします。はい、ありがとうございます。春募集は始まっております。本日のセミナー、 JICA ボランティアのウェブサイトにアーカイブとして残しますので、ぜひそちらもチェックをお願いいたします。最後までご参加ありがとうございます。では応募をお待ちしております。さようなら。